テルチャンネルのテルです。さて、今日はですね、静岡県焼津市にあります花沢の里というところに来てます。今日ね、久しぶりの登山の動画なんですけど、満貫峰っていう山にね、登ってみたいと思います。満貫峰行く前に高草山を経由して、高草山をピストンしてからですね、それから満貫峰の方に行って、花沢の里の方を回って、こちらに帰ってきたいと思います。まだね、現在今、朝の6時、もうちょっとでね、日が昇ってくると思いますけどね。それじゃあ、行きたいと思います。全行程ね、こちらの GoPro で、タイムワープで撮影しようと思ってるんで、面白いかもしれません。それでは。こちらね、案内板がありました。今現在地ここで、一回ここの倉掛峠まで行って、高草山をピストンしてから、満貫峰にね、行って、日坂峠に行って、から帰ってくるっていうルートで行きます。もう少しで高草山と満貫峰の分岐になります倉掛峠に到着します。去年ね、ここで熊の親子が目撃されたんですけど、なんと今日鈴を忘れてきてしまいました。なのでね、一人でブツブツ喋りながら行きたいと思います。はい、ここがね、倉掛峠になりますね。よいしょ。ここをね、右に曲がると、こっち行くと満貫峰です。満貫峰ね、こっから覗くと実は見えるんですよ。あの辺が満貫峰の山頂です。でね、とりあえず私は、ここから、高草山の山頂までピストンして、またここまで戻ってきてから満貫峰を目指したいと思います。
ベンチがあるところにね、来ました。やっとね、太陽が上がってきて、今日すごいいい天気ですね。海が目の前に広がっています。で、伊豆半島もね、すごい綺麗に見えてますね。さあ、それじゃあ、このまま高草山目指したいと思います。高草山山頂を越えてもう一つの501メートルの三角点に来ました。さあこんな感じですね。あ、見えませんね。あんま、そうですね、さっきの高草山山頂の方が景色は全然いいですね。山頂ね、こんな感じになってます。まあここ山頂じゃないか。それじゃあね、502メートルの高草山山頂に戻ります。102メートルの高草山山頂に戻ってきました。やっぱね、こっちの方が全然景色いいですね。ここに焼津港も見えて、焼津の街並みもすごいしっかり見えますね。それではまた倉掛峠まで戻って、そこから満貫峰に向かいたいと思います。今日ね、めちゃめちゃ天気がいいんで、すごい綺麗、めちゃめちゃ綺麗ですね。こっからの景色も、富士山もしっかり見えて、わあ今日すごいいいな。さあそれではね、倉掛峠にまた戻って満貫峰を目指したいと思います。
さあ、もう少しでね、山頂になるんですけど、これ素晴らしい景色ですね。さっきいた高草山山頂があそこに見えます。さあ、もうちょっとで、あとここを登ればね、もう山頂です。ちょっと走っていきましょうか。よいしょ。山頂はね、あそこの木の中にあります。行きました。うわ、富士山ドーンですね。いや、めちゃめちゃいいや。まずね、山頂行きます。ここのね、中にありますね。はい、ありました。ここです。470満貫峰。それじゃあ展望を見てみましょうかね。うわー、すごいな。目の前に富士山ドーンと広がってますね。とりあえずここで、はい、サムネを撮影します。ここらかな。よし、いいでしょう。さて、ちょっとね、下ると南アルプスが見えます。これね、休憩のベンチもすごいしっかりしてますね。いっぱいあります。もうちょっとね、あー、見えるけどちょっと雲がかかっちゃってますね、南アルプスの方。あー、ちょっと白いのが南アルプスちょっと見えますけど、ちょっと雲がかかってるな。こんな景色が広がってます。さて、それじゃあね、ちょっと休憩したいと思います。おにぎり食べます。それでは帰りはね、花沢山の方へ向かって、日坂峠から駐車場の方に下りたいと思います。今ね、ここ日本一の展望地、家康ベンチに到着しましたね。はい、こんな感じですか。はい、これ日本一らしいですね。はい、それでは行きましょう。
到着しまして、ここから降りれば、まあ、下山なんですけど、ちょっと花沢山の方へねピストンしに行ってこようかと思います。本当はね花沢山の方からぐるっと回って帰れるんですけど、そっちの道の方ね、昨日焼津市のページを見ましたらね、ホームページ見ましたらスズメバチの巣があって立ち入り禁止ってなっててね、ヤマップの方にもね誰か書き込みしてあったんで、ちょっとねそっちへ行けれないんで、またここまでピストンで行ってきたいと思います。展望台があったんでちょっとね立ち寄りましたけど、焼津港が目の前に見えますね。いやー、ほんと今日素晴らしい天気ですね。さあそれでは花沢山また向かいたい。花沢山の山頂に到着しました。見ての通りね、展望は何もないですね。はい、全くないです。それではね、本当はねこっちのね分岐からぐるっと回ってそのまま駐車場の方戻りたいんですけど、スズメバチの巣があるだってね、一応立ち入り禁止ってなっちゃってるんでね、もう今の時期いないと思うんですけどね、まあ、一応立ち入り禁止と書いてあるんでこっちの道ですね、やめてまた引き返してね、先ほどのね分岐までね戻りたいと思います。そしてねそのまま下山します。それでは
帰ってきましたね。もう駐車場はいっぱいです。じゃあご視聴ありがとうございました。